大沼孝太のイヤトーモチャンネル。やどん。やってきました。海浜公園。何の時期かこんなクソみたいな天気いい日、なんで俺おめえとデートなんだよ。というわけでね、日立海浜公園といえば今年はもう去年見れなかった皆さん待ちに待ったあの青い花と、そして見てください、この何このピーカンバレー、全力で俺の晴れ男を発揮してますね。というわけで行ってみましょう。ネモフィラが遊んでこの風に揺られてふわふわ揺れてる様が可愛いんだよね。やる？これもうすぐ頂上です。どうですか、登ってきた感じは。ネモフィラすごいいい日だった。めっちゃいいよこれ、だって太陽ピーカンだしさ、ね、これちょうど菜の花とネモフィラがやって、ここ見晴らしの丘、一応このネモフィラの期間っていつもゴールデンウィークまで歌ってるけど、まあそうね、今週が4月の2週目の土日なので再来週ぐらいまでね来といた方がいいと思います。でチューリップも綺麗だし菜の花も綺麗なんでね、皆さんぜひ、去年は見に来れなかったけど今年はこんな感じでぜひ一度ね、死ぬまでに見たい絶景100選、この青空とのコントラスト楽しみにしてください。それじゃあ、またね。